地域で長く愛されるふるさとの味、熟練の職人が手掛ける自慢の一品、信州人の憧れ海の幸、そんな魅力的な商品を家で楽しむことができるお取り寄せ、そして日本各地の一品にエールを送っているのがアマゾンの日本ストアです。甲信越北陸には全国的に評価されている名産品特産品がたくさんあります。アマゾン日本ストアで甲信越北陸の素晴らしい商品を私たちも応援しています。ズクラセテレビとアマゾンの日本ストアがコラボ、甲信越北陸自慢のお取り寄せ商品を紹介します。ふるさと応援ズクラセお取り寄せ隊です。石川県金沢市にやってきました。日本海や金沢平野、そして白山連峰に抱かれた金沢市は、その風土を生かした野菜の栽培が盛んに行われています。中でも古くから現代に受け継がれ、長く市民に親しまれてきたのが加賀野菜です。加賀野菜とは主に金沢市周辺で栽培される伝統野菜のうち、金沢市が認定した15種類の野菜のことです。今回は先人たちによって守り継がれてきた加賀野菜を使った和スイーツをご紹介します。訪ねたのは小松市にあるモンブラン専門店、芋栗かぼちゃです。わあ、上品で落ち着いた店内ですね。こんにちは。こんにちは。今日は加賀野菜を使った和菓子があると聞いてやってきたんですが、はい、一体どんなものなんでしょうか。こちらになります。はい、こちらですね。わあ、すごい繊細な糸のようなものがかかってますね。うわ、贅沢。当店の看板メニューの百万石水晶という商品になってまして、3種類のあんが入った水まんじゅうの上にかぼちゃ、和栗、そして加賀野菜の五郎島金時のモンブランをかけたものになります。五郎島金時とは、金沢市西部の日本海側に広がる砂丘地で栽培されるさつまいものこと。甘みの強さとホクホクとした食感が特徴の加賀野菜です。地元の素材にこだわる百万石水晶の製造工程を見学させていただきます。お水にもこだわっていて、平成の名水百選に選ばれた、石川県の能美市にある仏台寺の槍水観音霊水というお水を使っています。石川県能美市にある槍水観音霊水堂、山からの湧き水は環境省が選定した平成の名水百選にも選ばれた軟水で、飲み水としてはもちろん料理にも適していることから、大勢の人が水を汲みに訪れるそうです。こちらお水を使うことによって、水まんじゅうの口当たりもまろやかになります。湧き水に砂糖とくず粉を加え混ぜ合わせます。水まんじゅう作りで最も大事な工程で、火加減や混ざり具合によって仕上がりは大きく変わるそうです。時間をかけて混ぜることによって仕上がった時に、透明感がより引き出すことができます。水まんじゅうの透明感が水晶のようだったことから、水晶という名前を付けさせていただいてます。型に流し込み、そこへ加えるのは甘く煮た和栗、そしてこしあん、栗あん、カスタードをそれぞれに加え冷やし固めます。固まった3種類の水まんじゅうは3つずつ箱に詰め、上に生クリームをのせたら、仕上げにモンブランペーストをかけます。
モンブランペーストは3種類使っておりまして、こちらから北海道産のかぼちゃ、熊本県産の和栗、石川県産の五郎島金時を使っております。北海道産のかぼちゃは甘みが強くて繊維が少ないので食べた時の口当たりがいいのが特徴です。熊本県産の和栗は氷温熟成させることによって糖度を上げているのが特徴です。五郎島金時は奥深い甘さと風味が特徴です。モンブランペーストの細さは 1.2 ミリ。口に入れた時にほどけるような食感を生み出します。3種類の水まんじゅうに3種類のモンブランをかけているので9つそれぞれ違う組み合わせを楽しむことができます。色鮮やかで繊細で綺麗ですよね。そして今回はこしあんの水まんじゅうに五郎島金時のモンブランをかけたものを取り分けていただきました。五郎島金時ってどんな特徴がありますか？五郎島金時はどちらかというとねっとり系ではなくこっぽこぼっとしたさつまいもになります。こっぽこぼって何ですか？石川の方言になります。ホクホクといった意味になります。なるほど、さつまいもといえばホクホクですもんね、はい、フォーク入れた瞬間にホロホロですよ。うん、おいしい。もう本当にモンブランがもう優しい甘さがありますね。五郎島金時のホクホク感がいいですね。これがまさにこっぽこぼなんですね。であの水まんじゅうももっちもちでおいしいです。このホロホロ感ともちもち感同時に楽しめますね。続いてはカスタードの水まんじゅうと和栗のモンブランの組み合わせをいただきます。うん、栗の味がしっかりとしてますね。これで甘すぎないのがやっぱりいいですね。素材本来の甘さを楽しめるのが美味しいです。店舗では1日限定20個しか販売できない商品ですが、 Amazon の日本ストアからはいつでもお取り寄せをすることができます。お取り寄せの場合は冷凍便での発送になっておりまして、あのご自宅の冷蔵庫で解凍して召し上がっていただくのですが、解凍時間を少なくすることによってシャリシャリのシャーベット状で召し上がっていただくこともできます。百万石水晶は味だけではなく見た目にもこだわっており、これからのお歳暮や冬のギフトにぴったりのお取り寄せスイーツになっております。日頃お世話になっている方や自分へのご褒美にもぴったりだと思います。